続いて、はじめまして、26歳女です。恋愛の好きな感情が分かりません。これまでは会話は楽しかったり、いい人だったなと思ったりするだったんですが、無駄に対しても関係を深めたいと思ったり、ドキュメンタリーしたことがありません。長く付き合っていくと、好きだと思えるようになるんでしょうか？また、悩む時点でその人との関係をやめるべきなんでしょうか？自然と好きな気持ちは湧きますか？ってことなんですが、湧かないんだったら別にいいと思うんですけれども、ただ、付き合えるかどうかって点で言うと、別にそんなに好きって感情が湧かなくても、試しに付き合ってみるのは全然ありです。なんでかっていうと、よくほら、身持ちが硬い人って、自分が絶対好きとか結婚するってレベルじゃなかったら付き合わないって言うと思うんですけど、これ結構危ない考え方で、なんでかというと、本番にならないと本気出せないって言うのと同じなんですよ。もうこの人って思う時に本気出そうと思っても、そもそもどうやって口説いたらいいのか、どうやったらいい人間関係とか、いい恋愛関係とか、いい夫婦関係がつけるのかって、やっぱり一回か何回かトライして失敗したりとか、こう言うとダメなんだ、こういうところですれ違うんだ、男と女ってみたいな、そういうのが分かってないと多分うまくいかないと思うんで、練習を兼ねてやってみるのがいいと思いますけどね。うん。で、それで好きになったらそうすればいいし。大体でも女性は直感で相手が恋愛対象になるかどうか判断するので、一番最初にピンと来なかったらほぼ終わりだというふうには言えますけどね、よほどのことがない限りは。だいたい90秒から4分ぐらいで女性って相手の男性が恋愛対象になるかどうか判断するというふうに言われてますんで。切り抜きいかがだったでしょうか？この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。